の選手が参加しての世界拳法選手権大会が今日浜松市で開かれました。拳法は日本古来の武道をルーツにしていて、世界におよそ10万人の愛好者がいます。浜松市では東海地区拳法本部が主催して3年に1回世界大会を開いていて、今回は日本を含めフランス、アメリカ、ネパールなど7カ国からおよそ140人が参加しました。段取りの部では選手たちは突きと蹴り、投げで激しい攻防を繰り広げ、試合が終わると互いの健闘を称え合っていました。また拳法は心と体の鍛錬になると小さい子どもや女性も多く習っているほか、主催者は今後老化防止の運動にも応用して広めていきたいとしています。We vow to fight to the end without giving up. August 11, 2019. Senshu Dayo, Emma Garmendia, Spain. Us! Paul Hagas, Sweden. Us!